ロータスカーズ、ロータスカーズ、ロータスカーズは、中国吉都市議社、G d G d オートモビル、艦隊アザ、吉都市機、参加のイギリスノーフォークのヘセル、ヘセルを拠点とするスポーツカー名営である。軽量スポーツモデル、ライトウェイトスポーツを、主力車種としている。会社組織の本体は、グループロータス、グループロータス PLC であり、乗用車の製造、 販売を行うロータスカーズ、ロータスカーズ LTD のもとには、自動車技術に関するコンサルタント業を行う、ロータスエンジニアリング、ロータスエンジニアリング部門がある。1996年より、マレーシアの国有自動車会社プロトンの子会社となり、2017年5月に中国吉都市議社が、ロータスカーズの株式の51%を取得した。 1947年、当時ロンドン大学の学生であったコーリン・チャップマンは、副業として中古車販売業を営んでおり、そこであまりに旧式なため売れ残った1928年型、オースチン7、ンを自分用のシングカーに改造することを思いついた。彼は、事業パートナーであったコーリン・デア、リレック・ウェットン、そしてガールフレンドであったヘーゼル・ウィリアムズらと共に、 旧式の車種をはじめとする大部分を作り直し別の車とって良いほどの大幅な改造を施した。この作業はロンドンのミューセルヒルにあったウィリアムズの実家のガレージで行われたという。完成した車は別の車として登録され、翌1948年にはマイナーレースに参戦する。しかしチャップマンはこの車のベースとなったオースチン7の エンジンパワーでは本格的なレースに参戦するのは十分と考えており、すぐにより強力なフォード製、フォード8エンジンを搭載した自モデルの構想に着手する。この時期モデルはロータスと名付けられ、1949年に完成した。これが最初にロータスと呼ばれた車である。ロータスはチャップマンが完成させた2番目の車であることからマーク2と呼ばれ、 それに伴って最初の車はマーク1と呼ばれることになった。マーク2は完成してすぐさらに強力なフォード10エンジンへと完走され、レースに参戦するのは翌1950年からとなった。マーク2は高い戦闘力を発揮し、チャップマンとヘーゼルの手で総合優勝4回、クラス優勝4回と好成績を上げる。 特に同年6月3日にシルバーストンサーキットで開催されたエイトクラブ主催のレースでは現在の F1 マシンにあたるグランプリレーサーのブガッティタイプ37と競り合い優勝してしまう相手が片落ちの GP レーサーとはいえ無名のガレージ作成のレーシングカーが勝利したことは脅威でありチャップマンは大いに注目されることとなるマークには 初の顧客となるマイクローソンに売却され、その後も好成績を上げた。チャップマンはより本格的なレーシングカーの開発に着手し、新たな協力者としてマイケルとナイジェルのアレン兄弟を迎え、彼らが所有していた郊外のガレージで販売を目的としたレーシングカー、マーク3、マーク4を完成させる。特にマーク3は当時のイギリスで人気のあった フォーミュラ750カテゴリーで無類の強さを発揮し、ロータスの名は着実に高まっていった。本格的なレーシングカー製造販売を目指していたチャップマンはマーク3の成功により、いよいよ市販モデルの構想に着手する。それまでのアンオフに近いモデルとは異なり、最初から量産を想定したモデルはマーク6と呼ばれ、その実現のためチャップマンは、 マイケル・アレンと共に1952年1月1日、ロンドンのホー・ン・ジー・トテナム通りにロータスエンジニアリングを設立した。マーク6はそれまでの市販車ベースの改造ではなく、専用設計された車種を持つ最初のロータスとなった。プロトタイプは順調に完成し、テストを兼ねて1952年7月からレースにエントリーする。 その年の8月アレンが行動で運転中にクラッシュ。これがきっかけとなり、アレン兄弟はロータスを離れることになった。創業メンバーの半数を失い、スタート間もないロータスは危機を迎えるが、チャップマンとその婚約者であるヘーゼルを取締役とし、そしてエンジニアとして新たにマイク・コスティンを迎え194年1月1日に株式会社として再出発することとなる。 マイク・コスティンは生産技術者として非凡な才能を発揮し、生産型マーク6はその年の前半には顧客に渡された。もともと、レーシングカーであるマーク6は様々なエンジンを搭載することを前提としており、また基本コンポーネントに様々なオプションを組み合わせる形でキットフォームとして販売された。軽量なスペースフレームを持つマーク6は その高性能とは裏腹に、同レベルのライバル車に比べて安価であり、プライベートレーサーたちに好評をもって受け入れられた。マーク6は1955年まで製造され、100台から110台が出荷されたが、その間ロータスの工場はほぼフル生産であったという。マーク6の成功で十分な資金を調達できたロータスは、マーク6をもとにより軽い車種、 より洗練されたボディを持つ新しいレーシングカーの開発に着手する。本格的に空力を考慮したボディはマイク・コスティンの兄であるフランク・コスティンの手によって開発された。この後、コスティン兄弟は開発、生産エンジニアとして創世期のロータスを支えるととなる。マーク8と呼ばれる。このモデルは1954年4月には完成。そのシーズンのレースにエントリーしている。 1955年、ロータスはマーク6の成功によって自動車製造販売組合に加入し、正式に自動車メーカーとして認知された。これにより同年のアールズ・コート・モーター賞に出品が認められ、ロータスはこの賞にマーク8の発展型、マーク9のベア車種を出品する。マーク9は、その後、発展系としてマーク10そして11まで開発される。 イレブンは1956年のシリーズ1、1957年のシリーズ2と総計して270台が製造された。イレブンまでのレーシングカー販売によって十分な資金を調達したロータスは次のステップである国際格式レースへ参戦と本格的な市販車の製造販売に歩みを進める。そして1957年10月の アールズコートモーターショーにて市販スポーツカーのセブン、ロータス初のクーペボディを持つタイプ14エリート、そしてフォーミュラにレーシングカーのタイプ12を同に発表、二つの目標を公に発表する。タイプ12は GP3000 までを視野に入れた本格的シングルシータレーシングカーであり、ロータスカーズはそれまでチャップマンらのクラブチーム的存在であった。 チームロータスを本格的なワースチームとして再編し、1957年から国際格式として開催されたフォーミュラニエ参戦、そして翌1958年5月のモナコグランプリでチームロータスはついに GP へと参戦する。一方、タイプ14エリートは FRP フルモノコックフレーム、日本の富士キャビンに続き、史上2番目の FRP モノコック市販車と、 タイプ12譲りの前後サスペンション、世界最速の消防ポンプと歌われたエンジン、コベントリークライマックス製 FWA 型を搭載する高級 GT として発表、市販がアナウンスされると同時に驚愕と絶賛の声を浴びる。そしてマーク6のデザインを受け継ぐ安価な量産スポーツカーとして、セブンも従来の顧客層から好評を持って受け入れられた。 ロータスは同時に3種のニューモデルに着手したこともあり、エリートの開発だけでホーンジーでは手狭となってしまい、機密保持の目的もあって、ロンドン側のエドモントンに新たなデザイン拠点構える。しかしホーンジー、エドモントンともに本格的な量産車の製造工場としてはキャバシティが不足していることは明白であった。チャップマンは当初ホーンジー近辺に工場を構えようと、 考えていたが、イギリスにおける法律上の規制から諦めざるを得ず、代わりにハートフォードシャーのチェスハントに生産開発の拠点を移りことになる。この移転とほぼ同時、量産車の開発生産を受け持つロータスカーズ、レーシングカーの開発生産を受け持つロータスコンポーネンツ、そして全体を統括するロータスエンジニアリングとグループ体制に再編される。 セブンは1958年の春より、エリートは多少開発を手間取り発したものの、12月にはリリースが開始された。レーシングカーでは、タイプ12の後継であるタイプ16を経て、新たにミッドシップレイアウトを導入したタイプ18が、名門チームであるロブウォーカーレーシングチームに販売され、1960年5月29日、スターリングモスの手によって記念すべき、 GP 初勝利達成する。順風満帆に見えたロータスグループであったが、実際には経営状況が悪化の一途をたどっていた。GP マシンの開発と GP 参戦は、それまでとは桁の違う費用が必要とされ、ロータスの財政を圧迫した。一方で、収入を賄う、はずのセブンとエリートの利益は、決して十分なものではなかったのである。 クラブマン向けレーサーであったセブンは安価ゆえに人気となったが、車種生産に多くのハンドワーク工程を必要とし、そのシンプルさとは裏腹に高コストな商品で利益は限られていた。一方高級 GT として販売され、高い利益をもたらすはずであったエリートは、注文こそ順調であったが、複雑で類を見ない、製造工程で思うように生産台数を伸ばせず、 さらに FRP モノコックとレーシングカーのサスペンションは共に信頼性に乏しく、ロータスはクレーム対応に追われ、さらに利益率は低下した。1959年の時点ではエリートは販売するたびに利益どころか赤字になるような状態であった。ロータスカーズは確実に利益をもたらす商品を一刻も早く開発する必要に迫られた。このような状況下。 新たに市販モデルのエンジニアとして、ロータスに入ったロンヒックマンにより、タイプ26エランが生み出される。当初ロータスカーズは、セブンの置き換えを想定しており、その新型スポーツカーとエリートとのラインナップを予定していたのである。車誌デザインもエリートの FRP モノコックの流用を予定していたが、開発を急ぐ必要があったこと、エリートでのトラブル状況から断念を余儀なくされた。 ヒックマンは FRP フルモノコックに代わる新しい車誌デザインとしてプレス後半を溶接によって組み立てたバックボーンフレームにエンジン、トランスミッション、サスペンションなどの仕様、アシーをレイアウトし、それらの応力を負担しない FRP のボディを被せるデザインを考案した。バックボーンフレーム車誌はセブンのスペースフレームに比較して圧倒的に制作時間を短縮でき、 何よりも精度を容易に確保することができた。この生産性の向上こそ、この時、ロータスカーズに最も求められていた要素である。バックボーンフレームの採用により開発は順調に進み、本格的な開発開始からわずか2年後の1962年には量産スタートしている。1962年のアールズコートモーターショーに出品されたエランは、 完成車で1495ポンド、キットカーフォームで1095ポンドと発表され、そのセブン並みの価格は大いに話題となり、オーダーは順調に伸びていった。エランはシリーズ4まで発展し、1973年まで12年にわたって販売され、総数12000台以上がデリバリーされた。エランで確立したバックボーン車種デザインは、 この後35年にわたって、全ロータスプロダクションモデルの基本デザインとして採用されることになる。エランは北米にも多数が輸出され、ロータスは国際的に認知度を高めた。また、その生産性の高さは製造コストを抑え、安定した利益をロータスにもたらした。エリートの商業的失敗は大きく。 ロータスの財政的回復はまだ十分とは言えなかったが、この危機をロータスは全く新しいビジネスにより克服する。1960年の前半、アメリカのフォードはモータースポーツによる企業イメージの向上を目的として、当時流星であったサルーンカーレースに参戦することを計画していた。しかし、自社で十分なノウハウを持ち合わせていなかったフォードは、 自社の車をベースに大幅なチューンを施したレース用の専用モデルの開発と生産をロータスに依頼したのである。ベースとなる車両にはコンサルコーティナが選ばれ、その高性能バージョンであるコーティナ GT をさらにチューンし、仙台の生産規定台数で所得できた当時の FIA グループにのホモロゲーションを受けるプランがスタートした。最終的にロータスは コーティナのチューンはもちろん、レーシングバージョンの開発、さらには、プロダクションモデルの生産までを受け負ったのである。正式に、ロータスのナンバー、タイプ28が与えられた、コーティナ・ロータスは、チェスハントの工場で、組み立てが行われ、1966年までの3年間で2800台、あまりを、ラインアウトさせた。コーティナ・ロータスは、当初の目的であったレースでも、 実力を遺憾なく発揮し、そのおとなしい。サルーンの外観に似つかわしくない。高性能ぶりから羊の皮を着た。または被った狼と例えられた。この成功は実質的にエランしか収入源がなかった。ロータスに大きな財政的安定をもたらし、レーシングエンジニアリングのコンサルタントという新たなビジネスをも開拓したのである。またレースフィールドにとどまらず、あらゆる分野における。 エンジニアリング・コンサルティングというロータスの3番目のビジネスを後に確立する礎へともなった。エランとコーティナ・ロータスの成功により、経済的な余裕を得たロータスは GP においても快進撃を見せる。初参戦から5年後の1963年、革新的な軽量モノコック車種を採用したタイプ25とメイジム・クラークを要してコンストラクタタイトルを獲得。 その後、インディ500を制覇し、コスワースと組んで、名機、DFV エンジンを開発するなど、モータースポーツ界を象徴する、名門チームの筆に成長した。1966年、ロータスは、自身が本格的に GP に持ち込み、その後、レーシングフィールドでは、セオリーとして定着しつつあった、ミッドシップレイアウトを採用した量産スポーツカーを発表した。 イギリス以外のヨーロッパ大陸をメインターゲットとして当初左ハンドル仕様のみとされたタイプ46ヨーロッパはかつてのセブン同様レーシングカーの技術をロードカーに持ち込んだ安価スポーツカーというコンセプトのもとに開発されたヨーロッパはヨーロッパ大陸と北米をメインターゲットとして選んで成し遂げられなかったセブンの後継モデルとして位置づけがなされたのである 軽量で優れたハンドリングを発揮したヨーロッパは人気を博し、1968年からのシリーズに、では、イギリス国内向けの右ハンドルもデリバリーが開始された。ヨーロッパのデビューに先立つ1965年、ロータスカーズはモーターショーにエランの車シ子シをストレッチして、クーペボディを仮装した2プラス2の小モデルを発表、委託生産のコーティナー以外は、 すべて2シーターモデルのみであったロータスにとって、初の4シーターモデルであった。メティエと呼ばれた、このプロトタイプは2年の開発期間を経て、1967年、タイプ50エランプラス2として発売された。エリートの商業的失敗により途絶えていた GT を、エランの車種をベースに復活させ、新たな顧客層をも開拓したのである。 エランプラス2はエランよりも長く1974年まで生産され約5000台がデリバリーされた。ヨーロッパ、エラン、エランプラス2と小規模ながらラインナップを整備したロータスカーズは生産台数の増加からチェスハントの工場では手狭となり新たな根拠地を求めることになる。チャップマンの目に留まったのはノーホーク、ヘッセルの立地で 第二次世界大戦時に使用されていたイギリス空軍の飛行場であった。ロータスは飛行場跡の半分を譲り受け、滑走路と周辺路をテストコースとして流用し、新たな設備を整備した。そして1966年、工場、チームロータスを含む、ロータスのすべての機能をチェスハント、ホーンジーからへ、セルウィッチに移転させる。この移転においてロータスは、 スタッフの喪失を極力抑え半数以上を連れていくことに成功した。これは1 0 0トル以上離れた地に全面移転するようなケースでは記録的と言われている。また移転に先立ってフォードからデニス・オースチンをマネージャーとして迎え彼をチーフとして周到な計画と準備が進められた。その結果週末に実施された全面移転の後 ヘッセル工場で組み立てられた最初の車両が工場を出たのは次の月曜日であったと言われている。新たな根拠地を得て生産力、開発力を高めたロータスカーズは順調に業績を伸ばし、1968年には株式公開を果たした。名実ともに自動車メーカーとして認められたのである。1970年代後半に入るとタイプ75エリート、 タイプ76エクラ、タイプ79エスプリの 3E と呼ばれるモデルを中心に従来とは異なる高級路線を取る。技術協力では1972年発表のジェンセンヒーレイ用のエンジン開発、グループ4ホモロゲーションモデルのタルボット3ビーム、ロータスの開発、デロリアン DMC-12 の開発、セリカ XX の開発協力やランドクルーザーと ハイラックスサーフ用ハードトップの真空成型 FRP に関する技術供与を行う。特にトヨタとは資本関係を持ち、チャップマン自らセリカ XX のテレビ CM に出演していた。しかし、チャップマンは1982年の末に心臓発作でこの世を去ってしまう。デロリアンの生産立ち上げに難航し、英国政府との板挟みとなったことが大きいと、 言われている。1982年にチャップマンが54歳で急成した後は経営難が深刻化し経営はチャップマン家から事業家のデビットを一ンスに移ったこの時期にエンブレムが変更されチャップマンのイニシャルであるアビシの文字は削除されたトヨタは株主として関係を深めていきエクライエクセルにはトヨタ製の部品が供給された 1984年のバーミンガムショーでは、新開発の V8 エンジンを搭載し、ジョルジェット・ジュージアーロのデザインによるコンセプトカー、エトナを発表したが、市販化には至らなかった。1986年には、ゼネラルモーターズの参加に入り、カーエンブレム及び車掌にアビシのイニシャルが復活。グループ内のスポーツカーメーカーとして、 シボレーコルベット ZR-1 のエンジン設計、オペルオメガ、イスズピアッツァ、イスズジェミニ、イスズビッグホーン、スバルの2代目ビッグホーンやホンダのホライゾンなども含む、などのチューニングを担当した。1989年に発売された2代目エラン、タイプ M100 では、GM グループ内のメーカーからエンジン&、トランスミッション、イスズ、パーツ、AC デルコなど、を調達していた。 1993年に高級スポーツカーブランドのブガッティを所有するロマーノ・アルティオーリに売却され、その参加に入ったがブガッティは1995年に破産し、1996年よりマレーシアの国営自動車メーカー、プロトンの参加となる。1995年に登場したタイプ111エリーゼは大成功となり、ロータスカーズは経営危機器から脱した。 エリーゼは当初のローバーエンジンからトヨタエンジンへ変更しつつ、クーペボディのエキシージ、GM 製のターボエンジンを搭載したヨーロッパ S などの派生車種を展開した。2009年には上級車種として14年ぶりのブランニューモデルとなるエボーラを発売するでに至った。2009年、フェラーリの副社長だったガニーバハーが CEO に就任し、 シトロ NC3 やフェラーリ458イタリアを手掛けたドナーとここをデザインディレクターに迎えた。2010年のパリモーターショーではエスプリ、エラン、エリート、エリーゼ、エテルネ、アターンの5モデルものコンセプトカーを発表。ライトウェイトスポーツから高級スポーツカーまで車種を揃える意欲を見せた。2012年、プロトンが TRB、 ハイコム参加に買収されると赤字を計上し続けるロータスの売却が噂されるようになり、6月にはバハが CEO を解任された。今後は事業計画を縮小し、5モデルのうちエスプリン以外は計画中止になるのではないかとみられる。2017年5月には中華人民共和国の吉と市議者がプロトンの DRB、ハイコムに次ぐ株主となり、 ロータスの株も51%を取得して、筆頭株主となった。現在は、車種とボディのみを自社で製造し、エンジンはトヨタから供給されたものをチューニングして、搭載している。東京、新橋の商社で、メッサーシュミットも扱っていた、不要貿易が、セブンや初代エリートを輸入していた。1960年代半ばには、東急商事、東京、大田区が、 輸入代理店となり、エランや初期のヨーロッパを輸入した。1972年からはアトランテック商事が正規の輸入者となったが、1990年代中盤には取扱いをやめてしまい、そのため初期型の111エリーゼのほとんどは波輸入となった。1999年から2002年までは K&M が輸入権を有していた。2003年2月、 オートトレーディングルフトジャパンが子会社 LCI を設立し輸入販売を開始した。LCI は2005年4月株式の51%を取得した VT ホールディングスの参加とった。1975年に設立された自動車整備業者の全国組織ロータスクラブ、ロータスクラブがあるが称号の綴りも異なりロータスカーズとは無関係である。 ロータスのレース活動は1954年に発足したチームロータスが行っていたがグループロータスの中でもチャップマンの家族経営的な組織に位置づけられていたグループ内でレーシングカー開発製造を行っていたロータスコンポーネンツは1971年に閉鎖されスタッフはシャシーコンストラクターのグループレーシングデベロップメントを設立した 1982年の降臨チャップマンの死後、遺族はグループロータスを売却したが、チームロータスは手元に残した。その後、チャップマン家はチーム運営からも手を引き、1992年に長男のクライブ・チャップマンがヒストリックレーサーのメンテナンス事業を行うクラシックチームロータスを設立した。チームロータスは資金難により1994年に消滅した。 グループロータス、ロータスカーズのレース活動としては、1997から1998年の FIA GT 選手権にエリーゼ GT1 が参戦し、ルマン24時間レースにも出場したチーム名はロータスレーシング。2009年にダニーバハーが新 CEO に就任すると、積極的にモータースポーツに関与するようになった。 バファーは以前レッドブルの F1 計画に関わり、フェラーリでブランドイメージ戦略を担当したゲンを持つ。また、モータースポーツディレクターには、スクーデリアフェラーリの元広報部長だったクラウディオベロが就任した。活動としては、既存チーム、メーカーへの支援もしくは提携という形で、レース分野を幅広くカバーしているのが特徴である。車体は1960年代のブリディッシュ。 グリーンイエローのワークカラーが1970から1980年代の JPS カラーを思わせるブラックゴールドにペイントされ名門ロータスの再生をアピールしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。